の帝国のお話。おはようございます。現在、リアルでは晴天と緩やかな風によって最高の状態でございます。気候はテンションにつながるものね。そうだな。そして、前回お話しした通り、今回はヴァレンティニアヌス朝のお話をしていく。そして、ローマ帝国としてのお話としては最後の章となるのだな。早かったわね。そうだな、感慨深いものがあるぜ。そして、今回どこまでお話を見ていくのかわからないが、もしかしたら最後になる可能性もある。今回で、ってことよね。そう、多くても次で最後になるだろうから一応予告な。まあ、これを動画として出すときは明確にわかるが、現状不明なのでそんな話もしつつ、ローマ帝国のお話の続きを見ていくぜ。あいよ。前回は、コンスタンティウス2世が単独皇帝になってからのお話を見ていったな。単独の皇帝になったコンスタンティウス2世だが、やはり一人でローマ帝国の統治をするのは難儀であった。そこで唯一の皇帝になれる親族、ユリアヌスを副帝に任命。そして、コンスタンティウス2世は侵入してきたササン朝ペルシャと戦うべく、ペルシャに進軍していった。こうして皇帝不在のうちに、西方ではユリアヌスが軍によって皇帝に擁立。コンスタンティウス2世は副帝に留まるように注意したものの、声が届くことはなかった。しゃあねえ、ということでペルシャとの戦争を中止したコンスタンティウス2世は西方に戻ったが途中で病没。こうしてユリアヌスが単独皇帝となった。禁欲的なユリアヌスは、官僚体制の改善や都市の負担軽減など内政に尽くし、外側ではペルシャとの戦争を再開。ペルシャの首都クテシフォンまで迫ったが陥落させることができず、撤退したものの槍が刺さって死亡。後継者がいなかったため、軍によってヨリアヌスが皇帝に擁立。しかし、屈辱的和睦を結んでペルシャとの戦いを終わらせたため、民衆から非難を浴びることになった。そして、コンスタンティノープルに戻る途中、ガス中毒で亡くなった。再び皇帝不在となったことで、軍は次の皇帝を選ぶ会議を開く。そこで将軍ヴァレンティニアヌス1世が選ばれ、皇帝に即位した。こうしてヴァレンティニアヌス朝がスタート。今回はここからね。それでは、ヴァレンティニアヌス1世のお話を見ていこう。うん。ヴァレンティニアヌス1世は、321年、パンノニアにて生まれた。父は大グラティアヌスで、コンスタンティヌス1世の治世で司令官として活躍していた軍人であった。軍人である父の影響から、軍人の道を歩んでいくことになる。そこからしばらくは詳しく知られておらず、ユリアヌスの治世で司令官になったことは知られている。ユリアヌスがペルシャとの戦争で亡くなると、後を継いだヨリアヌスから召喚され、歩兵の司令官としてアンカラに送られた。しかし間もなく、ヨリアヌスは死亡。軍の会議にて信用されていたヴァレンティニアヌス1世は皇帝として選出され、そのまま即位することになった。軍隊を優先することを宣言し、弟、ヴァレンスを共同皇帝として任命。西方をヴァレンティニアヌス1世、東方をヴァレンスが担当することにして、分割統治が始まった。さて、今回はうまくいくのか。彼らの治世は例に漏れず、蛮族との戦いが続くことになった。もうすでにローマ帝国も末期となっており、あっちこっちで他の部族による侵入や騒動が起きていたんだな。アレマン族がガリアやライティアを荒らし、サルマタイやクアジ族がパンノニアを荒らしていた。ブリタニアにいたピクト人やザクセン人などがイギリスを荒らした上、ガリア北部にやってきた。ゴート族はトラキアとパンノニアに侵入、アルメニアもササン朝ペルシャの侵食を受けた。もう、あっちこっちやられているじゃない。365年、アレマン族がガリアに侵入したため、ヴァレンティニアヌス1世は進軍。同時期、東ではユリアヌスのいとこプロコピウスが軍から指示を受けて反乱を起こした。ヴァレンスはヴァレンティニアヌス1世の支援を得つつ、なんとか平定。一方、ヴァレンティニアヌス1世の方では敗北や膠着が続いてしまい、ヨリウスという部下によってやっとアレマン族を追い返すことに成功。あまり余裕がなさそうね。367年、ブリタニアではピクト人、ザクセン人が暴れ回ってローマの官僚が殺害されていった。アレマン族との戦いで手が離せないヴァレンティニアヌス1世は、大テオドシウスを荒らされていたガリア北部、ブリタニアに送った。ヴァレンティニアヌス1世は苦戦を強いられつつもなんとかアレマン族の撃退に成功し、大テオドシウスもブリタニアの反乱を鎮圧。
また、この間にワレンティニアヌス一世は一度病気で倒れており、息子グラティアヌスを共同皇帝にしている。372年、今度はアフリカにてベルベル人フィルムスが反乱を起こした。これはそもそも、アフリカを支配していたロマヌスに対する反乱であったが、後にワレンティニアヌス一世に対するものとなった。これに対して、大テオドシウスが派遣され、フィルムスは追い詰められた後に自決。373年、クアディ族やサルマティア人による侵攻が多発し、ワレンティニアヌス一世はクアディ族に対応し、サルマティア人には小テオドシウスを送って対応。こうしてなんとか対応を続けて蛮族を追い返していたのだな。どうせこれって一部でしょ？さすがに大変すぎるわね。こうした争いの中、375年、ワレンティニアヌス一世はクアディ族と会見することになった。クアディ族から兵士や物資などの供給を受ける代わりに、クアディ族を安全に返す約束をすることになった。が、クアディ族の特使は、いや、でもあんたらがうちらの領土に要塞作ったから悪いんでしょうが、と、ローマ領内への侵略を正当化。こうした態度にワレンティニアヌス一世は激怒したが、その勢いで脳卒中を引き起こして死亡。いわゆる憤死だな。怒って亡くなるなんて珍しいわね。こうして、西方はグラティアヌス、東方はワレンスの構図となった。しかし、ワレンティニアヌス一世死後にユーリクムの軍団がざわついたため、息子であったワレンティニアヌス二世を即位させて忠誠を誓わせた。それはどういうこったい？グラティアヌスの拠点がそもそもガリアの方にあったから、パンノニアの兵士からしてみれば遠いんだな。真実は不明だが、支持する皇帝としてワレンティニアヌス二世を立てたんじゃないか。ほら、パンノニアの兵士って今までも勝手に自分たちの好きな人を皇帝に持ち上げてきたじゃない？セプティミウス、セウェルスもそうだったし、デキウスやアエミリアヌスもそうだった。まあ、勝手な予想だが。とりあえず、こうして西方ではグラティアヌスとワレンティニアヌス2世が皇帝として統治することになった。ちなみに、この二人はワレンティニアヌス1世の息子であり、異母兄弟という関係だ。一応、後を継ぐ息子はいたわけね。さて、ワレンティニアヌス一世は西で奮闘していたが、東のワレンスも戦っていた。プロコピウスの反乱鎮圧後、ゴート族がトラキアに侵入。ワレンスはすぐさま北上して撃破し、降伏させた。その後、ササン朝ペルシャに奪われていたアルメニアに軍を送って占領。一方、フン族に北から押される形で、ゴート族がローマ領に侵食。ゴート族は、ローマ帝国に補助兵を提供し、農耕に従事する代わりに住処を求めた。それを受けてワレンスは了承し、トラキアに定住先を確保した。ところが、ゴート族と共に違う部族も便乗して入ってきたため、移住先で食料が不足する事態に陥った。こうして食料が得られなかったことでゴート族は略奪を行い始め、ワレンスは対応することになった。378年、アドリアノープルにて両軍は衝突。ワレンスは包囲戦をしようとしたが、相手は部族ごとに違う戦法を取ってきたため、各軍隊がそれぞれ戦う形になってしまった。結果、その日のうちにワレンス軍は3分の2に当たる2万人を失い、ワレンスも隠れていた小屋を燃やされて焼死した。こうしてローマ軍は敗北し、東方にはゴート族がそのまま住み着いてしまった。え、これやばいでしょ。グラティアヌスは東に対応しきれなかったため、小テオドシウスを東方の皇帝に任命。この小テオドシウスこそ、テオドシウス一世である。つまり、分裂前のローマ帝国で言えば最後の皇帝ね。テオドシウス一世は、キリスト教の問題に着手した。ニケア公会議で、アタナシウス派が正統となり、アリウス派が異端となったが、それでもアリウス派は多かった。皇帝の中でも、コンスタンティウス2世やワレンスはアリウス派であったし、結局白黒はっきりついていなかった。そこで、テオドシウス1世はテッサロニキ勅令を発して、三位一体説を正当、それ以外を異端とした。さて、ゴート族をはじめとする蛮族がダキアとパンノニアの一部に住み着いてしまったな。テオドシウス1世は、東ローマの再建をするために有力な兵士を集める必要があった。こうして進めていったのが、蛮族の傭兵雇用だ。ゴート族という蛮族を駆逐するために、他の蛮族を自分の兵士にしたんだな。ということは、本当に末期ね。まあ、ローマ帝国でさえ愛国心のある市民がどれだけいたのか疑わしいがな。
とはいえ、もう対応しきれなかったのでグラティアヌスやテオドシウス一世は、徐々に移住、定住を認めざるを得なかった。あ、もう終わりね。ということで、今回は終わるか。結局中途半端になってしまったな。蛮族に追われていたことと、こうして蛮族を受け入れざるを得なくなったという明瞭な変化は大事よ。もちろん、これまでにも続いていたが、いよいよってレベルだな。次回、ローマ帝国、シス。テール、スタンバイ。よかったらチャンネル登録よろしくだぜ。